ヒソノトカです。7月となりました。7月となりました。ですね、これ、なんと私、今日だけでですね、新商品の紹介って、まあね、販売店に来るじゃないですか。なんと、5件もちょっと手元に来てしまいまして、非常にテンパっております。全然編集、おしゃべりが追いつかない状況でございますが、まあね、忙しいアピールは一回置いときまして、この最新情報を皆様にいち早くお伝えするのが私の使命でございますので、頑張っていきたいと思います。そんな中から、私がですね、一発目に選ばせていただいたのがこちら、田島、ホットニュースの7月号、9月号っていうのが今来たんですけども、この中の製品をご紹介させていただきたいと思います。ちょっとですね、これ販売店用の資料なんで、あんまり皆さんに広げると僕怒られちゃうかもしれないんで、表紙だけにしときましょう。これです。田島次世代マーカーコズミット。これいいんですよ。これすごく良くて、ちょっとですね、僕の動画に長くお付き合いしてくださってる方っていうのは、僕の動画のこう喋り方みたいなのをご存知かと思うんですけれども、結構私ダメ出しをするじゃないですか。これどう思いますとかって言って結構ダメ出しをそのまま配信しちゃったりするんですけれども、これはですね、すごくいいと思います。ダメなもんは私ダメっていうし、本当にダメだったらね、僕好きじゃないんで紹介しないっすとかって言って断っちゃうんですけれども、これは、私の、このね、7月の最初の動画としてはいいんじゃないかなと思いますよ。はい。で、現物がこちらですね、すみつぼじゃーんっていう感じなんですけど、これ、すみつぼではありません。で、もちろん、チョークラインでもない。インクを使った次世代マーキングツールとなります。今一度製品名、コズミット。どうやらですね、おやずみこずみっていう、ありますよね。あれの、まあ、こずみっていうところから名前を取っているらしいんですけれども。はい。というわけで、製品の簡単な説明をバババッとおしゃべりします。コンパネなんかでインクが弾かない。ツヤのある材料に打った線を、水拭きで簡単に消せます。で、色が6色選べてですね、これすごいですね。バイオレット、ホワイト、ピンク、オレンジ、イエロー、グリーンですね。相手部材によって、このインクっていうのを使い分けることによって、まあ、すげえはっきり映るぜっていうのがこの商品の歌い文句となります。バイオレット、ピンク、オレンジの3色に関しましては、蛍光色ということですね。材料によって推奨するカラーっていうのも田島さんが提示してくれてますんで、はい、こちらどうぞ。こんな感じですね。はい。あとはですね、メーカーさんが、ここに打ったらこんな感じっすっていうサンプルの画像が、はい、こちら。ちょっと早いんで、必要な方は一時停止をしていただければいいのかなと思います。はい。というわけで、この製品を早速試してみたいんだけれども、ちょっとですね、引き続きもうちょっとおしゃべりしたいんで、おしゃべりします。はい。じゃあこちらの製品なんですけれども、使い方ですね。先端のここをくるっとひねっていただく、パッカーンって開く、で、ここ、まあ、すみつぼと同じっすよね。ここに墨汁入れるのと同じノリで、こちらのインク。これをまあ、ダバダバダバっと入れてもらう。で、入れました。閉めます。戻します。はい、使ってくださいっていう流れになります。で、この、カルコがですね、なかなかというかかなり優秀でして、これまあ、糸がこうね、テンションで張るじゃないですか。ピーンと張ってるときは、針がロックしてます。で、じゃあ、閉めましたぜって言って、こう、テンションゆるゆるのこの状態だと、針がほら、引っ込んだんですよ。針が引っ込むっていう作り。こう、引っ張った時だけ針が出るっていう安全設計になっております。ボディ色はですね、こちらの黒のみとなるんですけれども、まあ、自動巻き取り4メータタイプと8メータタイプってことで、2種類発売しますね。はい。じゃあ、それでは、さっき、メーカーさんが用意した、この部材に打ったぜっていう写真、すげえくっきり見えていいじゃないですか。いいっすよね。いいんだけど、ね、このチラシって、本当かなっていうのはあるじゃないですか。ね。なので、まあ、田島様が、嘘っぽい、ね、課題広告っていうのを載せるとは全く思わないんですけれども、一番いいとこだけね、写真をこうバシャって撮って、ここにカタログ乗っけてる可能性もありますので、じゃあちょっと私が、意地悪っぽく、これで、ちょっといろんな部材にやってみようかなと思いますんで、ちょっと試してみましょう。はい。というわけで、ちょっとですね、今、すみつぼと比べるべきっしょって思いまして、すみつぼを下ろしてきましたから、ね。で、チューッと、ちょっと今日はそんなに作業しないんで、軽めにしておきましょう。はい。じゃあ、墨汁入れました。はいはいはい。まあいいや、これ後でやります。
で、コズミット、これはですね、ちょっと今私ちょっと所長様に電話しました。フルオープンじゃないじゃないですか、これさっきお見せしたんですけど、こういうタイプ、昔の住み粒21か、あの辺のタイプにそっくりなやつ、これなんでじゃあフルオープンにしなかったのよっていう、ちょっとご質問させていただきましたところ、やっぱその顔料インクっていうものを使ってるんで、やっぱその揮発してしまうのを防ぐために、こういう密封性に優れた、この、なんていうの、フルオープンじゃないタイプを選択したっていう、開発の話を聞かせていただきました。じゃあちょっとここにインク入れていきましょう。おお、面白い。どんぐらい入れるんだろう。こんなもんでいいかな。じゃあこれで、すげえ綺麗な色っすね。はい、じゃあこれで、戻すということですね。で、最近フルオープンっていうのが主流だったんで、糸を通すことっていうのがすごく簡単っていうのが売りだったんですけれども、これちょっとその要は昔ながらのって言ったじゃないですか。だからですね、この後ろ、これ昔ながらの墨粒をご存知の方は知ってると思うんですけど、まあ、こんな感じで糸通しがですね、このとこに隠されてますんで、おやって思った方はこれで糸を通してください。はい、じゃあちょっとですね、いろんな部材に、僕なりに打ってみようかなと思いますんで、引き続きお付き合いよろしくお願いします。ちゃっちゃーん。おお、ほんとだ、跳ねる、結構跳ねるっすね。じゃあコズミット行ってみましょう。コズミット、テンションを張ると針が突き刺さる、こういく、さあ跳ねずにいけるのか。あー、跳ねない、全然跳ねない。ちょっと拡大してみせましょうか。まあ、ちょっとこの木材に対して紫がバイオレットかな、がいいかどうかっていうのは置いといて、このやっぱり墨汁、失礼、墨汁と跳ねるこの具合と、このインクだと全然こうピシャってなってない感じっていうのが、伝わってますでしょうか。いいですねこれ。はい、じゃあ続きまして、このコンクリートでよろしいでしょうか。ここにちょっとやってみましょう。まあ、黒とのね、相性が悪いとかっていうのあるかもしれないですけど、ちょっとね、これどう固定しようかな。すいませんね、コンカルじゃないもんですいません。いきまーす。あー、はいはいはい、あ、結構いい感じ。はい、じゃあ次、コズミックいってみましょう。コズミックじゃないですね、コズミットでしたね、すいません。これをこうして、あー、なるほどね。あ、でもやっぱこの発色の違いっていうのがどうでしょう、いいんじゃないでしょうか。はい、じゃあですね、これ軽点の、まあ、実材ってやつなんですけど、これ弾くじゃないですか。なのでさっきちょっとご紹介させてもらったそのインクの弾く具合っていうんですかね、で弾いちゃいました、拭いてみましょうっていうところをちょっとお見せしたいなと思います。で、まずこれを、はい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 、で、コズミットを、つけました。はい、じゃあこれをティッシュで拭いて、どうなるんだっていうことですね。あー、違う、ほら、わかります。黒の方はこうボヤボヤって滲んでますよね。紫の方は消えてるんですよ、ちゃんと。もう一回でシャッ、ほら、これだ。あ、いい感じ。はい、って感じで、こう水でね、簡単に拭けるっていうのとね、牧場だったらこうっすねっていうのが、こうやって、実際にカタログ通りでしたね。はい、できました。はい、というわけでいかがだったでしょうか。看板に偽りなしということで、実際にこうやってみてね、分かったんじゃないかと思います。はい、で、それで最初にまあこのインクを見たときに、まあ、バババーっとこう説明受けて、で、まあ、もちろんね、この、あ、インクってすげえんだっていうのは今、私、ここでやってみて初めて分かったんですけれども、とにかくこの、売り方がすごくないですか。
この製品って、墨つぼ入れちゃダメなんですよ。で、もちろんこのインクを今既存の、墨つぼに入れてもダメなんですよ。だから、このコズミットのこの本体にこのインクを入れるっていうこの組み合わせで使わないとダメなんですね。実際にやったところ、カスカスになってしまったりとか、こうダマになったりするらしいんで、このセットっていうのは守っていただきたい。で、要は専用なんで、墨つぼっていうのは、新なんとかさんとか、田島さんとかね、いろんなメーカーがこう、墨つぼっていうのを出してて、多分それは皆さん、好みの墨つぼを買うと思うんです。で、じゃあそれはいいとしよう。お好みがあるんでしょうがないですね。田島さんじゃない商品が売れてもしょうがない。で、その墨つぼっていうのを、皆さん使っていくんですけれども、墨汁を買いに行くじゃないですか。皆さん墨汁ってこだわってますかね？多分、今僕たちが販売してて思うのは、墨汁全然こだわってないんじゃないかと思うんですよ。どこの墨汁も一緒だから墨汁ちょうだいって言って、はいって出したらみんなこの墨汁嫌だとは言わないと思うんですよ。違うメーカーの墨汁でも皆さん買ってかれるんですけれども、だから、田島さんがいくら頑張って墨つぼのすんげえのいっぱい並べても、消耗品の墨汁っていうのは他社さんを買われてしまう恐れがあるんですね。これは専用なんで、田島の製品しか売れないんですよ。なので、必然的に田島さんの製品だけでぐるぐる回るというですね、これうまいですね。はい。というわけで、どっかよくわからんメーカーさんが、こういった似たようなことをやっても、なかなか流行らせる、市場に出回らせるっていうのは難しいんじゃないかと思うんですけれども、天下の田島様がね、これをやることによって、皆さん食いつくんじゃないかと思うんですよ。これはですね、すごいですね、作戦通りになるんじゃないでしょうか。はい。というわけで、うちはもちろん、いち早くこの製品を仕入れました。はい。なので、あとは、全国の販売店さんが、これやべえって言ってどれぐらい、その在庫として置くかっていうのも、その、どれだけ市場に広がるかっていうね、ところに変わってくるんだと思うんですけど、普通置くっしょっていう感じですね。これ多分、すげえバカ流行りすると思うんですよ。はい。というわけでですね、ちょっと田島さんが一つまた新しい、変わったこと、いい意味でですよ。変わったことを、変わった商品を、打ち出しました。面白そうですね。これから流行るんじゃないかっていう商品の先駆けになりそうです。はい。じゃあ、こういった商品を紹介させていただきました。いち早く手に入れたいなって方は、オンラインストアに並べさせていただいたんで、クリックしていただければ、随時ですね、ポンポンポンと、発送していきたいと思います。はい。そんなわけで、以上、ひでさんの動画でした。お付き合い、ありがとうございました。